ボードロボが天下を救う頑張れゴイモンガイデン2天下財宝実況プレイ、私実況者のキャンと申します。前回引き続きここで、悪魔の森のね探索を行っているんですが、じゃあね次の方やっていきましょう。ねここにこの悪魔の森にね8つの鍵の1つ、おたけびの鍵がねあるということで探索してるんですが、果たしてそれはどこにあるのやら。もうここの敵足が速いな。そしてランク上がったせいか急に強くなったなっていうのが、強いかと思ったらまた上のランクの敵が出てくるから一筋縄ではいきませんね。行けませんね。どうやって行くのやら。何感じよ。結構痛いな。わ、嫌な攻撃してくるなこいつ。じゃあここで良い攻撃してくるとは思わなかったな。うわぁ、だってミスるんだよ。当たった。気持ち悪いな。シャキッと。で、ギフリラで。前進めませんね。うわ、またかよ。またかよ。ほんまにこの野郎。本当に戦い長引かせられるとね。おとなしく逃げてくれりゃいいのによ。当たるかな。もったいないような気もしてるんだけどね。もったいないな。あんまり効かないな。またか。シャキッとでリフリラで じゃあ使いましょうか。がいると結構厄介だな。設定が取れないのが何よりも悔しいな。必ず強烈な GG 放ってきやがるから厄介だな。消耗も激しいな、こうなってくると。あ、ここでスピーダーが切れたか。じゃあローラースケート履いておきましょう。結構迷うな。で、いきます。
性的痛いだ。そこそこダメージ与えられるだ。ちょっと楽ですね、これで戦いが。うっかりやるの忘れてました。ローが切れたか。使っていきましょう。岩石鎧。こういう戦闘アイテムって助かりますね。ここで切れたか。じゃあね、これもう一個使おう。もう道具欄がね、少しでもね、減らしておかないとね。もう奥にあるはずだったけど。ほんと便利だな、こういうアイテム、戦闘アイテムは。実は技が効きにくいのか。にしても先手が取られっぱなしだな。でもないか。あー、だからスカリってミスるなよな。とにかく消耗が激しいな。まあ聞きにくいですけどね。ここですか。米のおにぎり。この高炉が封印されている。ってことはあれですか。神秘のプレート。はい。宝箱の封印は解けた。おたけ気味の壁を見つけた。また地震ですね。じゃあ今回ちょっとね、秘密の鍵の使いましょう。じゃあ、
砲三ぐらい。スーパージャンプ。まだ効果が残ってる。はい。ああ動くな。はい。ですね。おお、ここで効果切れるとはね。じゃあ、この奥ですね。一体何があるんでしょうね。の前にちょっと反動を聞いてみましょう。どういう反応するのかな。扉が開いたんパボ。それだけですね。あ、ここ敵出てくんのか。無駄になんねえな。しかも不意打ち、しかもカゲロってもう雑魚じゃねえかよ。無駄になんねえな。まあここまで来たらね、岩石鎧。よえー、敵が出てくるのは予想外だったな。セーブはしておきましょうか。とりあえず、ここで使っておくか。スピーダーで。とりあえず敵出てくるとは厄介だな。しかし、まあ楽勝なんだけどね。なんで今頃になってこんなとこのザコの敵が出てくるんでしょうね。本当に。前やったらね、強かったんですけど、もう弱気雑魚ですね。あー、出られましたね。よくここに来た、これだね。ひょっとしてあの扉を開けてきたのかい。すごいな。すごいでしょうかね。じゃあね、時もいいところなんでね、今回の実況はね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。